誰かに逆らう命なら自分の境界を超えて今ならばここでなら強さに変わり明日へ続くよ忘れたい景色があり忘れたい記憶もある この番組は 5PB マーベラスエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。こらリンリン、一人でそんなに先に行くな。はぐれても知らんぞ。そういえば霧の中ではぐれてしまったお仲間の方、確か名前はチョウンだ。そう、そのチョウンさんとは結局はぐれたままでちょっと心配ですね。けどあやつも子供ではない。きっとどこかの空の下で元気にしているさ。おお、うん、別れ道か。どっちに行きます？そうだな、こんな時はリンリンにお任せなのだ。うん、あっちなのだ。うん、それじゃあ行くのはこっちだな。なんでそうなるのだ。当たり前だ。この前お前の占い通りにしたら霧に巻かれるわ、崖から足を滑らせて怪我をするわで散々だったではないか。それはけど占いではあっちって。だからその占いが信用できないって言ってるんだ。カウンさん、確かにリンリンちゃんの占いには根拠がないと思います。でもそれなら占い通りにしたからって必ず悪いことが起きるとも限らないはず。だからリンリンちゃんの言う方に行ってもいいと思うんです。孔明殿がそう言うなら。それじゃあ余計なこと言わなくていいのだ。え、これはリンリンとアイシャの問題なのだ。お前は関係ないから黙ってるのだ。リンリン、なんてこと言うんだ。孔明殿はお前のことを思って。それが余計なことなのだ。リンリン、おい待ってリンリン。とにかくリンリンは占い通りこっちに行くのだ。勝手にしろ。勝手にするのだ。リンリンちゃん、いいんですか、一人で行かせてしまって。構わんさ、どうせすぐに一人じゃ寂しくなって。やっぱりみんなと一緒の方に行くのだ。どか行って追いかけてくるさ。でもさ、孔明殿、我らも行こう。アイシャってのは孔明の味方ばっかり。お、待ちなのだ。やっぱりリンリンの占いは正しかったのだ。ザナミラなのだ。お腹すいたのだ。
でもお財布はアイシャが持っているからご飯食べれないのだ。お、何が書いてあるのだ。うーん、難しい字は多くないけど、やっぱり読めないのだ。大食い大会本日開催、飛び入り歓迎、優勝者には賞金と豪華副賞あり。馬長、いや、久しぶりだな。なんでこんなところにいるのだ。故郷の清涼に帰ったんじゃ。ああ、もちろん一度は清涼に戻ったさ。それでやることやってまた武者修行に出たんだが、ここまで来たら路銀がそこをついちまって。それじゃあもしかして。ああ、あいつで優勝して賞金をいただこうって寸法さ。そうはいかないのだ。賞金はリンリンがもらうのだ。ほう、いいだろう。お前なら相手にとって不足はない。勝負だ。賞品望むところなのだ。さあさあさあ、毎年恒例の大食い大会もいよいよ大詰め。決勝戦まで勝ち残った3人の勇者をご紹介しましょう。まずははるばる清涼からやってきた馬長選手。続いて虎の髪飾りは伊達じゃない、猛虎もびっくりの食べっぷり張飛選手。ガッガッ。最後にちっちゃい体からは想像もできない驚異の食欲、強調選手。ちっちゃいって言うな。さて、最終決戦はうますぎないほどほどの味が魅力の名家十万金饅頭を制限時間内にどれだけ食べられるかを競ってもらいます。それでは用意ができたところで勝負開始。さすがは決勝戦に勝ち残った勇者たち、ほどほどの味の十万金饅頭を苦もなく食べまくっています。巨匠ってやつ相変わらずすごい勢いなのだ。これまでの勝負で誰よりも多く食べているはずなのに、まだあんな底力が。でもリンリンも負けないのだ。くそ、このままじゃあの二人に置いてかれる。まずい、さすがにそろそろ限界が来た。ああ、この大会でこれまで食べてきたものが走馬灯のように目の前を。ここまでか、私はここまでなのか。だが、たとえドブの中でのたれ死にするとしても、私は前のめりに倒れ。馬長が脱落となると、あとはこいつとの一騎打ち。残り3個で手が止まっているのだ。ここから追い上げれば逆転できるのだ。これを食べれば逆転なのだ。なんなのだ。おかわり。負けたのだ。賞金もらえなかったのだけど、まあとりあえず腹いっぱい食えたからよしとするか。そういや、カンウとチョウンはどうしたんだ。またどっかの店で働いてるのか。実は。え、チョウンとはぐれてカンウとは喧嘩ばかりした。リンリンは悪くないのだ。アイシャが意地悪言うから。それで、おーい。お前はさっきの。僕の名前はキョチョ、あざなは中古、全国を回って大食い修行してるんだ。リンリンは張飛、あざなは欲徳なのだ。私は馬長、あざなは猛騎、清涼の出だ。お前らなかなかやるじゃん。大食いで僕にあそこまで張り合ったやつは初めてだよ。リンリンもあんな化け物じみた大食いを見たのは初めてなのだ。いや、それほどでも。別に褒めてないのだ。はい、そうなの。まあいいや。なあ、こうやって知り合ったのも何かの縁。親睦を深めるためにこれから3人で何かうまいものでも食べないか。
ってお前まだ食べるつもりなのか。本当に底なしなのだ。ああお金のことなら大丈夫、大食い大会の賞金で僕がおごるから。いやそうじゃなくて。何言ってんだよ。ん？借りた分はとっくに返したはずだろ小僧。借金には利子ってもんがつくんだよ。ほれ証文もこの通り。よこせ。危ねえ危ねえ。おいちょっと痛い目見せてやれ。そこまでなのか。なんだてめえらは。通りすがりの大食い修行者だ。いやそれはお前だけだから。大食いだかアリ食いだか知らねえが、下手に首突っ込むと怪我すんぞ。そうだとっとと失せろチビどもが。チビって誰のことなのだ。誰ってそんなの。おめえとおめえと。これ俺は入れなくていいんだよ。イエーイ受け取ったのだ。うそチビ。チビ、あ、またチビって言ったな。チビって、な、言ったらどうだってんだよ。ぶっつぶす。ああ、そんなのどっから出した。バケモンだ。あさって来やがれなのだ。それを言うなら一昨日来やがれだろ。ああ、あいつら本当にずるいんだ。借りた分はちゃんと返したはずなのに、いつの間にか変な証文作っててまだ利子が残ってる。それが返せないなら姉ちゃんを借金の方によこせって。なんと非道な。くっそ、外知ってりゃマジでぺちゃんこにしてやったのに。まったくなのだ。まあそうだったんですか。弟の危ないところを助けていただいて本当にありがとうございます。姉ちゃん、この人たち旅の途中なんだって。まだ宿は決まってないって言うから、お礼の代わりにうちに泊まってもらおうよ。そうね、そういうことですのでぜひ。だったらお世話になるのだ。じゃあ宿代にこれ。いけません、そんなことをしていただいては。え、なんでだよ。これがあったら借金だっていくらか返せるのに。何言ってるんですか。この方たちに泊まっていただくのはあなたを助けてもらったお礼としてなのですよ。それなのにお金をいただいてしまっては意味がないでしょ。そもそもあなたが軽はずみなことをしなければ。うん、どうした、チョヒ。孔明殿、何を考えていたんですか。いや別に何も。嘘、本当はリンリンちゃんのことを考えてたんじゃないですか。カンさん、やっぱり今から引き返しましょう。え、夜通し歩けばどこかでリンリンちゃんに追いつけるかも。何をバカなことを。でもこのままじゃ。孔明殿、もう夜も更けた、そろそろ寝た方がいい。カンさん、あ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 、いいか。ご苦労様です。本当にすみません、こんなことまで手伝っていただいて。いや、何もしないでいると飯がまずくなりますから。、まあ、姉ちゃんただいま。まあこんな
にいっぱい。姉ちゃん、この人すっごいんだ。初めて入った山なのにキノコとか山菜とか次々と見つけ出してきて。山で食料を確保するのは大食い修行の基本だからな。そういうもんなのか。ところで張飛はどうした？お前たち一緒じゃなかったのか？え、僕はてっきり馬長と一緒だと。お前ら何しに来たのだ。へ、やっぱりここにいやがったか。昨日お世話になったな。なんだ、またぶちのめされに来たのか。言っとくけど今度は手加減しないぞ。おっと、今日の相手は俺たちじゃねえんだ。先生、おねぎりしやす。なんや、ごっつい強いやつらとやらしてくれるっちゅうから小遣い戦で用心棒引き受けたのに、相手はガキかいな。ガキとは何なのだ。ガキとは。そうだ、張飛はともかく僕はガキなんかじゃないぞ。ちょっと待つのだ、それってどういう意味なのだ。おい、仲間割れしてる場合じゃないだろう。おもろい、これな。これ預かっといて、まだ残っとるから落としなや。うちんなは長領、昨日までは旅から旅へのフライ棒で、今日は日銭稼ぎの用心棒や。あんたらに恨みはないけど、これも仕事やさかい超痛い目に遭ってもらうで。はっ、痛い目に遭うのはお前の方なのだ。その息や、それぐらいでないとおもろない。一匹ずつ相手にすんのは面倒や、いっぺんにかかってけ。おりゃどからこないなもん出して。おりゃおりゃおりゃ。コミ入れさせんけんか。どうしてガキやと思ったけど、お前ら三人ともええ腕しとる。逆台目当てに引き受けた仕事やったけど、久しぶりについたぎってきよったわ。くっそ、何なのだこいつ。3対1なのに。戦いを楽しんでやがる。キャー。へへへへ、勝負あったな。卑怯な。おい、武器を捨てろ。出ないとこのガキの命はねえぞ。超待ち、何のつもりや。何のつもりって、これからおもろなってくるとこに水さしてどういうつもりかって聞いてんや。いや、でも先生、あんたには悪いが、こっちにはこっちの都合があるんだよな。あ、さあお前ら、さっさと武器を。いってぇ。なんだてめえは。顔を見せやがれ。乱世を正すため地上に舞い降りた一匹の蝶。美と正義の使者、花鳥仮面水産。花鳥仮面って、おい、リンリン、ばあちょ、久しぶりだな。うん、あいつお前らの知り合いか。いや、そのなんていうか、あんな変なやつ知らないのだ。おい、どこでリンリンの名を知ったのか知んないけど、お前みたいなへんてこりんなやつに知り合いづらされたら迷惑なのだ。怒っている、あれは明らかに怒っているな。おい、課長だかガチョーンだか知んねえが、降りてきやがれ。降りてやってもいいが、そうするとお主らますます不利になるが、いいのか。ああ、人質取るなんてど汚い真似して、ようもうちの楽しみを台無しにしてくれたな。今度こそぺしゃんこにしてやる。はい、なんで邪魔するんだ。金で雇われた身とはいえ、一応はうちもこいつらの身内や。身内の不始末は身内で蹴りつける。おい、借金の証文出し。はい、
しっかり持っときや。おい。ええか、今後一切あの兄弟に近づくんやないで。分かってる。はい。ほなら、とっとと行け。失礼します。やれやれ。めでたしめでたしなのだ。あら。ほなら、うちも消えるとするか。お前、これからどうするつもりだ？さて、風の向くまま、気の向くまま、これまで通りのフライ坊や。なんか変わったやつなのだ。変わったやつといえば、あの妙な仮面野郎は、いない。最初から最後まで怪しいやつなのだ。張飛のやつ、本当に気づいてないんだ。かっこいいと思うんだろうな。本当にありがとうございました。さようなら。元気でな。ところで巨長、お前はこの先どこへ行くんだ？とりあえず落葉かな。そこならきっともっと規模の大きな大食い大会があると思うし。そうか、だとするとこの先でお別れだな。張飛、お前はどうする？もしよかったら私と一緒に来ないか？どうせ一人で行くあてもないのなら。あ、張飛、今のは取り消しだ。え？ほら。アイシャー！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 こら、なんだ急に？どうして、どうしてこんなとこにいるのだ？なんで？昨日の朝に引き返して、夕方前に町に着いて。それで、町中の宿屋を探し回ったけど、見つからなくて。そしたら孔明殿が、町の出口近くの街道で待っていたら、会えるかもしれないと。孔明はどうしたのだ？もしかしたら、お前が道を引き返すかもしれないからと言って、町の反対側の出口で待っている。アイシャはなんで引き返してきたのだ？なんでって、お前を探すために決まってるだろ。だから、どうしてリンリンを探しに来てくれたのだ？なんで孔明と二人でそのまま行っちゃわなかったのだ？それはその、つまり、その、なんというか、やっぱり。ああ、もうめんどくさい！いいか、リンリン。私は姉で、お前は妹だ。だから、どこに行くのも一緒だ。いいな。あの黒髪の女誰なんだ？張飛の知り合いか？カーンは、あの者は張飛の姉だ。血は繋がってないが、本当に仲のいい。やっぱ本編終わった後の一杯は最高やな。で、飲んでないで予告やれ。あ、おっと、せた。
次回恋姫無双第7席張飛カウント、おい、それは前回のだろう。次回恋姫無双第8席関羽甲冑の企みを阻まんとするのこと。今回の予告はこの課長仮面がいただいた。ではさらば。なんなんだあいつ。この番組は 5PD マーベラスエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。